はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース最新話1080話で能力者集団黒ひげ海賊団のほとんどの能力がついに明かされました。ということで悪魔の実の能力が分かった今ですね、いつか麦わらの一味と黒ひげ海賊団っていうのは戦うと思われるんですけども、じゃあ誰と誰が戦うのか、そのマッチアップというのを予想していきたいと思います。ということで今回の動画は黒ひげ海賊団で新たに判明した、悪魔の実の能力のおさらいとそのマッチアップ予想となっておりますので、ぜひ皆さんの予想も聞かせてください。それでは行きましょう。黒ひげ海賊団の能力。はい、最新話で明かされた能力と、その能力を使ってどういう風に戦うことができるのか、何ができるのかというのをちょっと考えていきたいと思います。まずは、黒ひげ海賊団4番線船長、悪星王アバロ・ピサロですね。島々の実ということで明かされました。アバロ・ピサロというのはですね、かつてとある王国を武力で蹂躙し、王座に就いたが、悪星の限りを尽くして国民を苦しめ、反乱を起こされた過去を持つことから、暴政の愚行と呼ばれていると。そういう人物なんですよね。おそらくこの島々の実の能力で、そのとある王国というのを蹂躙していたと思われます。能力の全貌というのはまだ明かされてないんですが、おそらくその島単位であれば、その島一つを自分の意思のもとに支配できるとか、そういったものだと思います。ピーカの石の実の能力の上位互換みたいな感じではないでしょうか。石だけではなく大地であったり建物であったり、その島を形作っているものであれば、その中を自由に動けるとか、自分の思いのままに動かせるとか、そういった悪魔の実ではないかと思います。その昔ワンピースの世界では、悪魔の実の覚醒によって、そのワンピースの世界のいろんなものができたという説もちょっとあるんですけれども、この島々の実を使えば、今ワンピースの世界にあるいろんな島が、この島々の実の覚醒者によって、一番最初に作られたと、そういう過去もありえますよね。はい、どうなんでしょうか。続いて、黒ひげ海賊団8番線船長、大酒のバスコショット、ガブガブの実でしたね。まだ能力の詳細は不明なんですが、街を燃やそうとしてましたね。アバロピサロも、このバスコショットに対して、大火事になるからやめとけと言っておりました。なので、ガブガブの実、お酒に関することだと思われますので、アルコールで発火させるとかですね、アルコールは燃料にもなりますので、アルコールを元にしたいろんなものを操れるということでしょうか。水拳とかもできそうですよね。もしかすると黒ひげ海賊団っていうのはドレスローザでメラメラの実を狙ってましたので、そのメラメラの実と合わせて本領発揮をする悪魔の実として、ガブガブの実の能力者であるバスコショットを引き入れてると、そういうことだったかもしれませんよね。バスコショットがいるからメラメラの実を取りに行こうとかですね、そういった魂胆も実はあったのかもしれません。でも強いかまだ分かんないですよね、このガブガブの実で。バスコショットっていうのはこの蜂の巣で描かれる前にもアマゾンリリーにですね、一緒に襲撃しに行ってるんですよね。でもそこでは返り討ちにあって、カタリーナ・デボンとかですね、その辺の人たちと一緒にボア・ハンコックの能力によって石化されてしまってたんですね。そして石化を解除されてもなお生かして連れて帰りたいとですね、ハンコックのことを言って、メロメロ状態だったんですけども、まだ強い様子というのは描かれておりません。続いて明かされたのが黒ひげ海賊団7番線船長、巨大戦艦サンファンウルフですね。なんとデカデカの実を食べておりました。サンファンウルフっていうのはですね、出身がウエストブルーの巨人族の村なんですね。そして種族も巨人族なんです。さらにビブルカードでは身長が最大180m だったんですね。巨人族っていうのは12、3m からだいたい 20m ぐらいまである人もいますので、おそらく10倍ぐらいになれる能力ということでしょうか。でもちろん巨人族が大きくなればそれだけで強いとは思うんですけども、ワンピースのアニメオリジナルでバンディーワールドという人覚えてますでしょうか。モアモアの実という能力をつけてたんですね。いろんなものを100倍にできるという能力だったんですね。重さを100倍にしたりとか、速さを100倍にしたりとか、かなりチートな能力だったんですけども、デカデカの実にもそういう性質があったらかなり強いと思うんですよね。例えばジーザスバージェスはリキリキの実を食べてかなりのですね、怪力人間になっているわけですけれども、さらにこのデカデカの実の能力を使って10倍引き出すことができるとするならば、また信じられないぐらい強い力を発揮すると思うんですよね。他の悪魔の実とも相性いいですよね。何でも10倍にできるとするならば、闇の実の闇もある程度出せる範囲が決まってると思うんですけど、それを10倍に出すことができると、このデカデカの実の能力者と協力することで進化を発揮できるということなのかもしれませんよね。そして今言った3人が最新話で明かされた悪魔の実の能力なんですけれども、他の人物たちというのもラフィット以外はですね、能力名が開示されております。ティーチ、闇の実とグラグラの実ですね。ジーザスバージス、リキリキの実、雨の支流、スケスケの実、バンオーガー、ワプワプの実、カタリーナデボン、イヌイヌの実、幻獣種、キュービの狐、毒球、シクシクの実、ストロンガ、ウマウマの実、幻獣種、ペガサス、闇の実とグラグラの実、そしてスケスケの実というのは作中で結構描かれてるんですけども、その他の悪魔の実というのはまだちょっとしか描かれてませんので、想像の範囲でしかわからないんですが、いざこの能力者集団と麦わらの一味が戦った時、誰と誰が戦うと皆さんはお思いでしょうか。ということでいきましょう。
黒ひげ海賊団 VS 麦わらの一味、マッチアップ予想ですね。最近はですね、まあ、特に新世界に入ってからは共闘が多いじゃないですか。ブルックとロビンが組んで誰かと戦うとか、サンジとジンベイが組んで戦うとかですね、まあ、そういったのもありますし、他の海賊団と戦うと、そういうことも多いんですけれども、まあ、今回のこの動画内ではあくまで1対1で戦うと想定して話していきたいと思います。いろいろ考えたんですけども、今から言う4人はですね、もうこれほぼ確定だと思うんですよ。というかこのマッチアップ以外にないだろうという人たちなんですけども、それがまず1つ目の組み合わせ、ルフィですね。ルフィはもうバーサスティーチしかこれ考えられないでしょう。他の組み合わせは絶対ありえないですもんね。はい、ということでルフィバーサスティーチ、どういう戦いになるでしょうね。私はですね、なんとなくティーチが悪魔の実の能力を奪える技術を持ってますので、その人々の実幻獣種モデル2価すらも取ってしまうんじゃないかと思うんですよね。それをティーチが食べるとか、そういうこともありえるかもしれないんですけども、とにかくルフィっていうのは能力を奪われてしまうと。しかしカイドウが言っていたように、覇気が全てを凌駕する。もう特にシャンクスとかですね、ガープのあの一撃を見たら、確かに覇気でどうにかできそうだなと思いますので、そのルフィの覇気で黒ひげをやっつけるということになんとなくなってきそうだなっていうのがぼんやりとありますね。続いて2つ目の組み合わせ、ゾロですね。ゾロもこの人しかないでしょう。ゾロ VS シリュウですね。まあなんといっても剣士ですし、シリュウっていうのはですね、愛刀雷雨を持っております。もう名前までついてますので、かなり剣豪ということが分かってますね。そしてなんといっても小田先生の中で黒ひげ海賊団のナンバー2というのがこのシリュウなんですよね。1031話のカラーイラストが書かれて、そのカラーイラストに関して102巻の SBS で小田先生が、まああそこで書かれてるのはその海賊団のナンバー2ですということを明言されておりますので、このナンバー2のシリュウが他の人と戦うっていうのは考えにくいですもんね。まあシリュウっていうのはスケスケの実を持ってますので、サンジとね戦うということもありえるんですけど、でもそこはやっぱりゾロなのではないでしょうか。続いてウソップですね。ウソップもこれね、他に選択肢ないんですよね。バンオーガーですね。はい、狙撃手であります。思えばですね、あのジャイアに入る前にウソップというのはバンオーガーの狙撃の腕というのを、まあ、間接的に感じ取ってるんですよね。そんなことができるやついないというふうに言ってますので、まあ、当時はそう思っていたけれども、ワンピースの最終章では自身がそれに太刀打ちできる腕前になっているという、そういう成長が見れるんじゃないかなとも思います。そして相手はですね、ワプワプの実を食べてるんですけども、ウソップというのは見聞色をおそらく得意としておりますので、その見聞色に長けた狙撃手ウソップであれば戦えるのではないでしょうか。どれだけ遠いところにワープしたとしても、見聞色で数秒先の未来を見て全然違うところにですね、バンと撃つと。そしたらバンオーガーは瞬間移動して逃げたと思いきや、先回りされて弾丸が目の前にあると、そういうかっこいい戦いウソップできそうですもんね。まあウソップと戦うのであれば狙撃手バンオーガー以外になさそうな気はしますね。続いてチョッパーですね。チョッパーもこの人しかいないんじゃないでしょうか。それがチョッパー VS 毒球、まあ繊維対決ですね。毒球は新たにシクシクの実という、まあいろんな病気をですね作り出せる能力をですね得てますので、チョッパーが一番嫌いそうな能力ですよね。そしてチョッパーが黒ひげ海賊団の誰かと戦うというのであれば、他に候補が全然いないような気がするんですよね。どうでしょうかね。はい、今言った4つの組み合わせ、ルフィ VS ティーチ、ゾロ VS シリュウ、ウソップ VS バンオーガ、チョッパー VS 毒球っていうのは、これはもうほぼ確定なんじゃないかなと思うんですよね。そして今から話すバトルというのがちょっと割れそうかなと思います。まずフランキー予想をやっていきましょうかね。はい、フランキー、私はですね、サンファンウルフと戦うんじゃないかなと思います。まあ巨大戦艦サンファンウルフですよね。そしてフランキーというのは新たに手配書ができて、まあ自分のですね顔写真ではなくてサニー号になってましたよね。戦艦対決というか船対決になるので、そこがねこうリンクしてくるんじゃないかなと思います。まあフランキーが巨大な相手と戦うというのも想像できますし、今ベガパンクの元にいて、まあベガフォース1というのに出会えましたよね。まあサニー号よりもずっと大きい機械なんですけども、ああいったロボの作り方ベガパンクから吸収して、まあ、新たに生まれ変わったフランキー将軍とかで超巨大バトルみたいなものがかっこいいんじゃないかなと思います。続いてナミですね。ナミはね、これはちょっと迷ったんですけど、ナミ VS カタリーナ・デボンプラスストロンが、こちらに来るんじゃないでしょうか。まあ、公開し対決ということでラフィットかともですね思ったんですけども、まあ、カタリーナ・デボンっていうのは異名が三日月狩りですよね。まあ、美しい女性を始末してその首をコレクションにする趣味があるんですね。なのでそう考えていくと、カタリーナ・デボンっていうのはロビンかナミと戦うということになると思うんですけども、まあ、カタリーナ・デボンっていうのはキュービの狐ですよね。まあ、いろんな人に化けれるということなので、まあ、それってですね、ロビンはもうブラックマリア戦でゲームでお母さんのオルビアであったりサウルを見せられたっていうのがありましたよね。なのでそことちょっと被るっていうのもあってナミと戦うんじゃないか。そしてストロンガーもここで入れてるんですけども、ウィナー島ではねストロンガーに黒ひげが乗ってローと戦いましたが、このストロンガー、まあ、ペガサスになったストロンガーっていうのも何かしら戦力になると思うんですよね。でペガサスっていうのを調べると、どうも神話上では雷を操
操ったりすることもですねできたらしいんですよ。なので波戦とすごく相性がいいですよね。波も天候を操れますので、雷や天候をね駆使した戦いというのもできるので、デボンプラスストロンガーと戦うというのもありかなと思います。続いてサンジですね。サンジはバスコショットと戦うんじゃないでしょうか。まあコックとして、まあワンゼがですね一回食材にこう囲まれてたので、食材としてだったらね一流のね包丁さばきを見せるということで倒したように、酒であれば一番サンジがうまく扱えそうな気がするんですよね。またこのガブガブの実、さっき言ったようにおそらく発火することでものすごい被害を生み出せるような、まあ、そういう悪魔の実だとも思われるので、バラティエディサンジが言ったバーカ炎が怖くてコックが務まるかよと、それのセルフオマージュも出てくるのかなと思います。そうなってくると熱いですよね。あのシーンかっこいいですもんね。続いてジンベイですね。ジンベイはジーザスバージェスではないでしょうか。まあ力力の実ですね。まあソーダ種対決ということになるのかなと思います。まあなんとなく麦わらの一味の中で力対決といえばルフィかゾロかジンベイっていうイメージがあるんですよね。そしてルフィとゾロっていうのはもう黒ひげ、そしてシリュウと戦うということで埋まってますので、ジンベイが戦うんじゃないかと。魚人空手のジンベイとチャンピオンジーザスバージェスというのもちょっと対比されてるような感じしますもんね。続いてロビンですね。ロビンはアバロピサロと戦うのではないかと、まあ今のところですね現時点では予想しました。シマシマの実ですね。でこのシマシマの実を使えばあのエルバフすら支配できてしまうじゃないですか。でもしそうなるとサウルを助ける展開というのが今後来た時にはですね、そこをロビンが助けるということになればめちゃくちゃ熱いですよね。まあその願望も込めて、ロビンはアバロピサロと戦うんじゃないかと。続いて最後、ブルックですね。ブルックはまあラフィットですね。でラフィットっていうのは元はウエストブルーで保安官をしてたんですよね。でブルックというのもウエストブルーにあるとある王国の護衛船団の団長をやってルンバー海賊団に行ってる経緯があったじゃないですか。でこのウエストブルー同士でというか、もうとある王国というところで繋がってしまってるんですよね。でラフィットは今41歳ですので、ブルックとその王国で面識があったとは思えないんですけれども、ブルックが護衛船団団長を務めてた王国にその後ラフィットが来て、そこでブルックが愛していた故郷を暴力で支配していたと、まあ、それに気づいてブルックが戦う動機になるということはあり得るんじゃないでしょうか。はい、どうでしょうか。皆さんの意見聞かせてください。これ一生話せますよね、黒ひげ海賊団とのマッチアップ。でもこれ考えててですね思ったのが、まだまだ麦わらの一味の方が強いというか、まだ黒ひげ海賊団の能力の全貌が明かされなさすぎて、まだまだ麦わらの一味が勝ちそうな感じがするんですよね。なのでおそらく今から黒ひげ海賊団の強さというのが強調されて書かれると、そういう回がですね何回か描かれるんじゃないかと思います。まあそれで考えていくと、ガープがやられてしまったりとかね、強いと思ってたクザンがねやられるとか、そういったことに繋がってくるのでちょっと怖いんですけれども、どうなっていくのでしょうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。どうも最後までありがとうございました。